ウラレポ音声レポート、ウララジです。ウラレツの加入が発表された中島翔哉選手の入団会見が行われました。今日もその模様について河合貴子さんに聞いていきたいと思います。高根、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当、先ほどですね、中島翔哉選手の加入会見が行われましたけど、高根、どんな印象でした？いやー、ちょっともうなんか心揺さぶられましたね。おお。いい選手が来たなーっていああ。う、もう一番心をつかまれたのは、日本に帰ってくるんだったら、もう浦和しかなかったっていうね。ねえ。あの発言、ちょっとびっくりしましたよね。いやー、悩みも何にもなかったんだろうね。こう、どうしよう、浦和にしようか、どうしようか。ね、ヨーロッパでプレーしようかどうしようかっていう悩みも何にもない、嘘偽りのないあの言葉に、いや、本物が来てくれたって。で、ヨーロッパに残る選択肢もあったっていうことは言ってましたけど、ね、それでもやっぱ、成長できるとかね、やっぱレッズがクラブワールドカップに出場できたりするっていうのが、ね、こう、先日の阿部選手もそうでしたけど、そういう意味でのやっぱプライオリティって高まってるんでしょうね。それだけじゃないですね。浦和がこれからどんどん成長していくクラブだっていう中で、自分がチャレンジするんだったら、その力になるほどね。なりたいっていう気持ちがひしひしと伝わってきたし、あと根っからのサッカーを愛する心を持ってる選手なんだなーっていうのがね、もうすっごい嬉しかったです。ねえ、あとなんか僕の印象では終始ニコニコでしたね。もう、だからそこがもう嬉しかったですね。もう浦和でプレーをしたい。で、サッカーを楽しみたい。もうもちろん勝つ、勝負にこだわりながらっていうところで、いい環境でお互いウィンウィンになっていくんじゃないかなって、原稿にもちょっと書かせていただきましたけど、そういうのがもうにじみ出てた会見でしたね。外はもう雷が鳴って大荒れだったんですけれども。ねえ、ちょうど加入会見の時ね、高根のエリア、浦和もそうでしたけど、雷雨がすごくてね。もうね、YouTube で配信されてるんで、いや、ここで今質問したら雷で質問どころじゃないだろうなっていうぐらいの、もうちょっとインターネット回線もなんか影響を受けたのか、もうちょっとブチッブチッと切れたりとか、なんかそんなのですごかったんですよ。ねえ、高根の質問を、期待されてたサポーターもいたかもしれないですけど、ちょっとその状況もあってね、質問を自重したところが一番。そう、すみません、なんかこうね、せっかくの会見でね、雷鳴っててすみません、聞こえますかとかって言って、ブチってまたこうインターネットが途切れたりとかすると、ご迷惑かかっちゃうかなとかって思って、まあ、今度、中島選手に直に会った時にいろんなお話を聞かせていただきたいなっていうふうに思います。話題に、この前のライブ配信ですかね、話題になった10番ところでもね、質問が飛んでて、やっぱチームを勝たせる、勝負を決める仕事をする番号なので、それはプレーで見せたいって言ってたんでですよ。浦和の10番って言えばね、原稿にも書きましたけれども、まあ固定背番号ではなかったですが、ウーベ・バイン選手っていうね、すごいもうね。元ドイツ代表、あのウーベ・バイン選手がこう浦和の10番をまずは象徴してるんじゃないかなっていう、ゲームメイクもする、ね、決定的なパスを出す、でなおかつシュートチャンスがあれば自分も狙う、プレスキックの精度も高いっていうようなところで、もうそこから始まり、レギリスタイン選手、ね、福永、日本人で初めてつけたのは福永選手だったし、柏木選手も、ね、つけましたし、まあ、ポンテ選手ですよね。あと、そう、マルちゃんこと、マルシオ選手、リシャルリシド。ャルデス選手ね。もうそういった選手たちが歴代の10番を背負って浦和を勝たせる、勝利に導くっていうような、もう浦和を背負う責任を一気に背負ってやってきたっていう歴史がありますからね。だからなんかこう、中島選手の会見を聞いてて、本当の意味での浦和を背負う10番、
新たな10番の歴史がここから始まるんだなっていうのをなんかこう鳥肌が立ちながらこうイメージしながら聞いてましたけれども、うんね、来ました ね、 ね、なんか中島選手ね楽しんでプレーするっていうのをよく言ってるそうで、はいね、それも質問飛んでましたけど、ただね別にただ楽しんで、ね、勝敗を度外視してるわけじゃなくて、ね、それ楽しんでる自分が感覚があるとすごいいいプレーができてチームがね当然勝たせられるようなところに繋がってくるってことなんでね、なんかそういうプレーが最近正直ねレッズの攻撃陣がなかなかそういう感じになってないんでね、なんかこう、うんね、ミスしたらとかね、うん、なんかバックパスが多くなってるなとかっていう ね、 ね、いやいや逃げないでっていうふうに、ん、その相手がどんなに強くても、うん、次奪われても次はこの選手をうまくかわしてっていうような楽しむ心、うんうん、ね、で相手が強ければ強いほど楽しんでいく心っていうのは、うん、小野選手を思い出しましたよね。ね、なんかそういう感じで攻撃陣を活性化してくれるとね、うん、なんかよりサッカーがこうね面白くなるかもしれないですね。いやーゴール前でのね感覚、うん、あの興梠選手も楽しまなきゃっていうふうにおっしゃってました。もうそういう部分をまたこう、うん、新たに加わってきたっていうところもなんか。ちょっと絶対的存在に中島選手がなっていくんじゃないかなっていう予感を感じましたね。すごい高評価ですよ、高根。ね、まあ、実際にね、うん、あのウィンウィンっていう状況、浦和は攻撃的な部分で、うん、やっぱり世界と対等に戦う、それから上昇軍団を目指していくっていう中で、今シーズン残されているタイトルは4つですよ。リーグ、ルヴァン、うん、天皇杯、うん、クラブワールドカップねえ、まだまだ満載にありますからね。この4つ、ね、うん、優勝を目指して栄光をつかみ取るためのいい補強を、うん、しかも移籍金ゼロ、うん、なんですかね。ね、うん、だってなんかいろいろ調べたらちょっと、うん、ねえ、うんね、未払いのお給料をあ、そういう問題もあったという話もありますね、話も出てまして、うん、そうやって考えたらだってその前が43億円ぐらい ね、 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 すごいね、そういう報道もありましたし、うん、そこでね、いいお買い得だったかなっていうふうにも思ったし、その攻撃面での期待っていうところでね、うん、あの優勝を目指すためのメッセージだと思ってもいいなんて土田 SD がおっしゃってましたし、でも本当にウィンウィンの関係になるには、うん、中島選手が本当に浦和でピッチの中で輝いてチームの勝利に貢献して初めてウィンウィンの関係なんですよね、うんうん、もちろんそうですね。まあなかなかこう攻撃のね、うん、例えば興梠選手がこういう風に動いちゃうのっていうような動きの部分でのオフ・ザ・ボールの動きも、うん、こうやっていく中で掴み取っていかなきゃいけないタイミングだとか、うん、ちょっとでもタイミングずれればオフサイドになっちゃいますし、ね、いやーここのタイミングでボール欲しかったのに違うところに散らしちゃったとかっていうのも出てくるだろうし、うん、そういう部分をこう噛み合わせていくには時間がかかるかもしれないけれども、うんうん、でもその楽しむ心を持ってたら、うん、絶対それはね、うん、うまくいくと思うんだ。うまくいく、うん、そんなにねなんか時間かからないでいけそうな気配を私は感じ取ることができましたね、うん、ね、先日かに発表された阿部選手とのね、うん、絡みというか、これも彼ら2人がね、一緒にピッチに立ったらどうなるんだろうなっていう、そう、ね、ちょっと楽しみもあります。そうなんですよ、ゴールに向かっていく推進力っていうところ、うん、それからゲームのコントロールっていうところ、うん、だから興梠選手がもう今までワントップからボランチの位置まで下がってきたりとか、うん、ね、ね、そういうふうにこう自己犠牲じゃないけれども、うん、まあ、チームの中でうまく回るためにって、うん、できたらエリアの中で勝負させてあげたいっていうね、うん、2桁得点やっぱり しないと浦和のエースが、そのためには中島選手のねチャンスメイクが必須になってくる、絶
たいですよ、それは。まあ、阿部選手といいね、そこの辺がもうちょっとうまくいくんじゃないかなとか、うんうん、あと大久保選手の生かし方とか ね、関根選手がこう中に入ってきた時にどういうふうに動くかなとかっていう、なんか想像しただけでもすっごいワクワクしてきちゃって、うん、だってもう守備は安定してるんですもん。そうです ね、うん、だからその守備の安定しているところを土台として、うん、そこから先のアタッキングサードのところの改善点っていうのが、うん、リーグ後半、うん、そして天皇杯ルヴァン、うん、クラブワールドカップっていう風につながってって、うん、まあ、すぐに結果を出すのは難しいかもしれないけれども、うん、それが来シーズンに向けてのね、うん、いい布石になっていくんじゃないかなっていう、うん、布石というか試金石っていうか、うんうん、そんな風に感じます、ね。なんか関根選手とはプレーしたことがある。そうです、そうです。世代で一緒だったんですかね。代表とか、うん、アンダーの時とか、ね、三川選手とも仲がいいって。ね、ってね、なんかいつもお昼ご飯を食べててね、三川選手が食べるの遅いから、今日も遅刻しそうになったって言いましたけど、ね。ゆっくり噛んで食べてください。なんか相当仲いいみたいですね。だから ね、ずっと一緒、代表でプレーしてたからね。ただ口数はそんなに多い選手ではないなっていうのは感じましたね。で、あとピッチの中で自分を見てくれ、うん、それで評価してくれっていう、うん、結構正統派だなっていうと、ね、うん、もうサッカーを心から愛してるっていう、うん、まあ、あの笑顔がね、もうねえ、だからやっぱレッツ移籍っていうのがね、やっぱああいう笑顔に出てきてるのはね、なんか中島選手の気持ちがちょっと垣間見えたかなって感じです。嬉しかったです。でも本当にウィンウィンになるために、うん、いいプレーを見せてもらって、うん、ね、ああ初めてこれが良かったんだって思えるようにしたいなっていうか、なってほしいなっていうふうに思いました。これね、中島選手、名古屋戦か天皇杯、名古屋戦かマリノス戦、出場ありますかね。いきなりになっちゃいますけどね。いきなりですけどね。そうですよね、まあ、ホイブラーテン選手を、ね、いきなり起用した、まあ、ディフェンスの選手だったっていうのもありますけど、どうでしょうね、うん、でも練習でどこまでできてるのかっていうの、なんかね、うん、西野さんもうあまり語りたくなかったようでね、うん、会見で、うん、まあそこは情報として、うん、伏せときたいんだなっていうのがもう、はいはい、ひしと伝わっていましたけれども、うん、一刻も早くこう練習と試合ではかなり動きも変わってきたりとかするんで、うん、はい、うん、試合を重ねながらこう、うん、ちょっと、うん、ね、連携を合わせていきたいなって、攻守においてですけどね、もちろん、守備の部分でも前線からのはめ込むスイッチの入れ方とか、うんうん、そういうのも合わせていかなきゃいけないですから、ね、だからまあ、いきなり、どうだろう。なんか僕はベンチ入りぐらいまでしちゃうんじゃないかな。スタメンはね、ちょっとね、そのいろんなそのね、合わせるところを考えると。そうですね、できれば、ね、天皇杯の名古屋戦とどうなんだろう、登録的に、ね、登録的に、ね、西野 TD も、まあ、近々出場できるんじゃないかぐらいの濁し方ですよ。だからもし登録、ね、天皇杯間に合うようだったらベンチ入りして、うん、名古屋に 3-0 ぐらいで、うん、もう試合が決定つけた段階でピッチにちょっと送り込むっていうのもあるかもしれない。あるかもしれない。そこで感覚をつかんで、うん、優勝戦線にいるマリノスと、ちょっと、うん、っていうようなね、うん。かなり重要な一戦になりましたもんね、マリノス。そうなんですよ。当然ね、2位で現在ね。ただあとはその阿部選手はね、やっぱり
そこはね、コンビネーションの部分でいきなりうまくいかないだろうから、うん、ハードワークしてっていうように話してた言葉がこう頭によぎると中島選手もハードワークしてくれるんじゃないかなとかって、うん、なんか海外に行ってね、そういういろんなプレーができるようになったって言ってましたね。そうですよね、うん、そこはやっぱり期待が ね, ね。なんかマリノス戦はあの浦和縁日っていう、ね、レッツのイベントもありつつ優勝争いも絡んでるんで4万もう2000人を超えてるのかな、チケット発見する。縁日もあの、うん、炎天下の縁なんですよね。ね、燃え上がるね、試合を含めてのイベントってことですよね。暑いですよ、心も。ねえ。頭はクールに行きたいですけどね、その分。ね、うん、注目の一戦になりますからね、そこもひょっとすると、皆さん注目のね、出るのか出ないのかっていう、ね、いろんなところで、うん、あのサッカーを楽しんで、はい、らいたいですね。そのスタジアムの盛り上がってる雰囲気だとか、うん、サポーターの声だとか、うん、あの戦う気持ちだとか、うん、もうピッチの中での選手の動き含めてもうサッカーっていう部分でもういろんなことを、うん、まあ、中島選手含めてですけれども、うん、楽しんでいただきたいなっていうふうに思いました、はい、あの中島選手のあの会見は詳しくはウラレポに全文レポートと、あと高根のレポートも掲載していますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、高根の質問などございましたら、ウラレポ記事内の投稿フォームかコメント欄にて受け付けております。この音声レポートではウラレツの日々のレポートをお送りしていますので、高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。まずは、うん、天皇杯ですよ。天皇杯、そうです、天皇杯もありますからね。もう、うん、ユンカー選手をギャフンと言わせるぐらいのいい守備からいい攻撃、はい、これをキーワードにして、うん、しっかりと戦って、うん、勝って、その勢いで横浜、はい、マリノスを叩いていきたいと思いますんで、はい、ぜひ皆さん力を貸してください。共に戦っていきましょう。